ねえねえマリサ、知ってた？マツダのカーラインナップ。マツダのカーラインナップ？マツダ2が偉いことになってるってことか？どうしたんだ？マツダ2何か辛いことでもあったのか？鼓動デザインがやばいって？違うわよ、商用車、商用車。ボンゴブロー2番、ボンゴ版トラック、ファミリア版、スクラム版トラックすべてトヨタとスズキの OEM になってたのよ。乗用車開発に注力するため、2017年にトヨタとマツダは共に500億円を出資して資本提携した。それに伴いマツダは20年から商用車の自主開発生産から完全撤退した。軽自動車のスクラム版トラックは1989年から OEM 関係にあるスズキのエブリーキャリーを引き続き使っている。ボンゴブロー2は大人気のハイエースだから文句はあるまい、こっちの方が売れるだろ。いやいや、仕事関係でマツダ縛りがある人以外は普通はトヨタで普通にハイエースを買うでしょ。そうだな。ボンゴはタウンエースがベースというか、タウンエースはもともとダイハツグランマックスの OEM。ちょっとややこしいわね。ややこしいといえばファミリア版はもっと複雑だぞ。何この昭和な画像は？すまんすまん、間違えた。これがファミリア版、最速の社畜マシンだ。いやいやこれはどこから見てもプロボックスでしょ。いや、ボンネットにはカモメマーク。ファミリア版には黒歴史がある。乗用車のファミリアは9代目が2004年に生産終了しアクセラに引き継ぐんだが、商用車は開発されず、ここから OEM になるんだ。これがファミリア版だ。これはプロボックスじゃないよね。そうこれは日産 AD がベース。マツダと日産は1994年から2018年までの約24年間商用車の OEM 供給を受けていた過去があるんだ。その代わり日産はプレマシーをラフェスタハイウェイスターとして発売していた。そして、2017年にトヨタと資本提携してプロボックスベースになるのね。昨日の敵は今日の友か。ところでさっきのレトロな画像が気になるんだけど。これか、これは1963年に発売された初代ファミリア版、60年代前半の代表的小型大衆車だ。マツダの戦略で乗用車よりも商用車の版から先に発売されその後、ファミリアは約40年間マツダの主力として活躍してきたモデル。特に5代目 FF ファミリアは社会現象になるくらいの大人気車だった。ねえねえ、この可愛らしい初代ファミリアについてもっと教えて。了解、今回は最初2番次にセダンでヒットしたメーカーにも影響を与えたマツダの傑作車初代ファミリアをゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。マツダは1960年に R360 クーペを、62年にキャロルを発売し着実に四輪市場での足場を固めていく。そして東京モーターショーに61年にはマツダ700を、62年に5人乗りフォードアセダンのマツダ1000を出品。いよいよ小型車市場に進出準備を始めるんだ。初代ファミリアより丸みがあるデザインね。そうだな、リサーチモデルとして発表したんだが 1000cc のフォードアセダンはまだ早すぎたのか評判がいまいちだったのか没になってしまう。そして、翌63年9月に小型商用車としてファミリア版800が発売される。社名はイタリア語で家族の意味。販売価格はデラックスが46万8千円。最初2番だけが発売されたの？そうだ、これには、マツダとしてちゃんとした戦略があった。60年代初頭、当時はまだ乗用車は売れていなかった。売れていたのは商用車の番。乗用車が売れ出すのは66年を過ぎた頃で、それまでは商用車を個人商店の社長が平日は営業車として。週末は家族を乗せてレジャーにという使い方が主流でまだまだ自動車自体が少数派だった。大半の庶民にはまだマイカーは高嶺の花だったのね。そうだ、オート三輪から軽四輪車へ発展してきたマツダはそのあたりのリサーチは手堅く慎重だった。マツダは当初から車の最も重要な要素はデザインと考え、R360 クーペキャロルはいち早く工業デザイナーの小杉次郎氏にデザインを依頼。また国内だけでなくイタリアのカロッエリアベルトーネにも依頼し、積極的に新しいデザインを模索していた。じゃあファミリアはベルトーネの作品なの？いや、ファミリアのデザインは当時、入社して間もない若手の福田重則氏、後のマツダデザイン初代本部長。入社間もない新人に担当させるなんてマツダも太っ腹ね。社内デザイナー育成のため若手を起用したらしい。デザインセンスに年齢はあんまり関係ないのかもしれない。デザインの特徴は当時、流行していたボンネットが平らなフラットデッキを採用しボディを一周するウエストラインのメッキモールと横スリットのメッキグリルで。前から見るとゴージャス路線で乗用車に負けないルックスで市販された。このゴージャス版がヒットしたんだ。フェンダーアーチの形、前後バンパーの小ささ、ウィンドウガラスの大きさ、ボンネットの長さ、
テールランプ、ボディカラー、どれをとっても絶妙のいい味が出てるわね。テールゲートは上下に分割式、丸型のテールランプもシンプルで時代を感じさせる。シャーシーはサブフレームを前後に持ったセミモノコック式、駆動方式は FR。インテリアも至ってシンプル、メーターは正面にスピードメーター、右に水温計、左が燃料計。コラムシフトだから足元も広々。ホーンボタンが懐かしいわ。エンジンは当初、ライバルのトヨタパブリカが 700cc だったからか、ロングストロークの直四 OHV800cc の SA 型42馬力。キャロルのスケールアップ版で白いエンジンと呼ばれた。どうしてこれが白いエンジンなの？当時としては珍しいエンジン本体とクラッチハウジング、ミッションケースも含めオールアルミ製で、アルミの鈍い輝きから白いエンジンと呼ばれていたんだ。クランクベアリングをベアリングとし、当時としては高性能で軽量 113kg のエンジンを搭載、フルシンクロ4速コラムシフトで最高速度は 105km をマーク。当時からマツダの鋳造技術には定評があったわよね。面白いところでは今では考えられないような装備もあった。当時のバッテリーは性能が悪くバッテリー上がりが多かったため。前のナンバープレートが可変式でめくるとバンパーに穴が開いていてそこにクランク棒を差し手動でエンジン始動もできたんだ。今では考えられないわね。4サイクル4気筒 800cc でも手でクランキングできるんだ。発見。4気筒エンジンで非常に完成度が高くライバルメーカーの開発責任者からもサニー以上にファミリーカーとして理想と言わしめたぐらいだった。そして発売後数ヶ月で同クラスの 40% 以上のシェアを確保する。翌64年にファミリア4ドアセダン、ワゴン、2ドアセダン、トラックが発売されフルラインナップに。マツダらしい矢継ぎ早の商品ラインナップね。セダンはマツダ初の本格派ファミリーカーとして同クラス 30% 以上のシェアを確保しヒット作となる。ボディサイズは4ドアセダンで全長3765全幅1465全高1385ホイールベース2190車両重量740kg最高速度は 115km。サスペンションは前ダブルイッシュボーンコイル、後ろリーフリジット。タイヤ 6.00124PR、ブレーキ前後リーディングトレーリング。さらにマツダは開発の手を緩めず、65年11月 1000cc に排気量を上げたマツダ初の SOHC2 バレルツインキャブの PA 型エンジン68馬力を搭載した。前高が40ミリ低くなった幽霊なフォルムの本格的スポーツカーファミリアクーペ1000を発売。最高速度は 140km、04は 18.9 秒の瞬速を発揮、販売価格は648,000円。64年には月産1万台を突破し 1000cc 小型車クラスの主導権を握ることになる。66年までは。66年まではってどういうこと ?66 年にトヨタカローラと日産サニーが発売され大衆小型車クラスの勢力図が一気に書き換えられることになるんだ。だがその後も、67年に2ドア4ドアセダン、版にも 1000cc のシングルキャブ仕様の PB 型エンジン58馬力を搭載し最高速度 135km で、カローラサニーを追撃する。ヘッドライトがオーバル型に変更されたんだ。ファミリアはレースにも積極的に参戦する、版発売の翌年11月にはオーストラリアの耐久レースになんと版で出場。なんとクラス優勝。その後も66年にシンガポール、マカオのツーリングカーレースで活躍する。そして、67年に2代目にバトンタッチする、生産台数は約22万台。2代目は待望のロータリーエンジンを搭載するのよね。そうだ、よく言われたのは当時開発の大半がロータリーエンジン開発に費やされ、ファミリアの開発は手薄状態だった。もしファミリアの開発にも注力できていたら、その後の展開も変わってきたかもしれないと。たらればだけどな。中古車情報サイトで初代ファミリアを検索したところなんと3台もありました。60年前の車ですからまさに奇跡。2023年10月現在。1000クーペが2台、8002ドアセダンが1台、ASK が1台、支払い総額で200万強から400万弱でした。マツダが本格的に小型市場に投入した白いエンジンに興味のある方はぜひ覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。